ちゃまるでおもちゃ箱だな。どいつで遊んでやるか。その楽しみを邪魔しやがって。俺が消防士次第に何人助けたか知ってんのか。お村人次第に何人か殺しても文句ねえだろ。お前は消防士次第にも殺してんだろ。足し算引き算もできねえのかこのバカは。助けた数と帳尻合わねえんだよバカ。ヒーローだ。対象の新人隊員から2回のアドラバースト反応を観測。あの新人は当たりだな。しかし自我を持つ穂村人を消されるのはもったいない。回収に出るぞ。炎は魂の息吹、黒煙は魂の解放。待て、ちょっと待ってくれよ。シスターの祈りはねえけど、お前には十分だろ。灰は灰として。俺だって死ぬのが怖えんだよ。せめて最後くらいシスターの安らかな祈りを願って。しょうがないな。多分シスターたちもここに向かってきてる。それまでおとなしく悔い改めてろ。そうするよ。救いようのないクズだな。クソが、何がヒーローだ。うるせえ、もう黙れ。鎮魂してやる。第五特殊消防隊大隊長プリンセスヒバナ。この穂村人は第五で処理する。なんだよいきなり。離せ。連れて行け。は、待て。そいつは第八で鎮魂する。横から出てきて勝手なことしてんなよ。私は大隊長だぞ。歯向かう気か。俺の上官はあんたじゃない。何しやがった。第八の下っ端小砂利は、砂利は砂利らしく地べたに敷かれていろ。砂利砂利砂利わめくな。私に踏まれた時だけ泣いておれ小砂利め。なめろ。あなた方第五のやり方は少し横暴じゃないですか。なめろと言っている。俺は真面目に話をしてるんだ。取り押さえろ。フィフィスエンジェル3三条。邪魔だ、どけ。おい、国民の安全を守るのが消防官だろ。お前ら大吾はどうなってんだよ。ガキ一人尻もちついただけだろ。焼いたわけじゃない。冗談でも子供を焼くとか言うのか、お前は。消防官が何たるか教えてやる。かかってこいよ大吾。第八の二等消防官新楽坂部が相手してやる。面白い。スピリッツ flying at the speed